問題が起きたのはその夜になってからです。モンフリーズが逃げようとしたんです。タイはとうに死んでたかもしれない。撃たれてナパームが落ちる前に。血にしたってあの傷じゃ助からなかったはずだ。俺も読んだよ。議論ってのは自分の考えをぶつけるもんだろ。誰かの受け売りじゃなくて、それともただ本からかき集めた知識をこういうとこで自分の考えみたいにまくし立てて女子学生の気を引き他のやつからぶんどろうってか。僕の父は生涯弁護士を憎んでいた。父は立派な男じゃない。飲んだくれて母を殴るような人だ。僕も殴られた。だから父への腹いせに弁護士になったのかって。そうじゃない。50〜60年代の公民権運動について読んだ時から弁護士に憧れてた。あの時弁護士たちは法律を駆使して不可能と思われたことを可能に変えた。これからがポーカーの面白いところだ。場に3枚出たところで僕にはエースと9の2ペアができていた。波のプレイヤー相手なら弱気を装って小さく賭けに出て相手を誘うところだ。だが KGB はクセモノだ。僕は裏の裏を書いたつもりでわざと大きく賭けに出てみた。ライアン二等兵です。そうです。なぜご存知で。おかしいじゃないか。自分には分かりません。どうして僕だけが帰れるんですか。彼らだって同じように命がけで戦ったのに。母にはこう伝えてください。僕にはまだ戦場で共に戦う兄弟がいる。彼らと運命を共にすると。ちょっとふざけてただけだよ。ジャケットくれるって言ってたから。でも約束したじゃないか、ベネツィアに一緒に行くって。よろしく頼む。あとはこの財布をもらおう。この模様が気に入った。ジャマール。どうもサンダーさんだ。こちらこそ突然訪ねてきて悪かった。いや、私は弁護士だ。ロバーツ&カーター事務所で仕事をしている。で、そう、でもおめでとう。すごいんだな。方々から声がかかってるみたいだ。あ、ほんとすごい。うちの事務所にも君のファンがいるよ。たった5ドル。優勝賞金は1万ドルで、キャディの取り分はその 10% ってことは1000ドルだ。1000ドル欲しくないのか。やってみろ。聞いたろ、ジョーンズは2位以下になったことがない。今まで1回もだぞ。その1回は法学の試験と重なったんだろ。キャットンさんの方がいいかな。フランク・キャットン。職業カジノのディーラー。ホテルを転々とし、ニューヨーク州立刑務所にて服役。違います。返事がないところを見ると認めるんですね。というわけで彼には前科があることになります。今何か。札束とパスポートと拳銃を貸金庫に入れるのはどんなやつだ。誰が口座番号を尻に埋め込む。ここに入ってきて、まず出入り口の見える席に座り、逃げ道を確認した。表に止めてある6台の車のナンバーを暗記してる。ここに来たウェイトレスは左利きで、カウンターに座ってる男は体重98キロで喧嘩が強い。ちょっとその、今ちょっと話してもいい？あの、まあ、なんていうかその、こんなところで話すのもなんなんだけど、僕も経験を積んできた。だから、今回はグループの中心メンバーとして仕事がしたいんだ。まだ俺を探してるそうだな。何が目的だ。公式の謝罪。さよなら。少し休んだ方がいい。疲れた顔してる。何を考えてるか。考えてるのはもちろん石油のことですよ。貴重な資源だ。そしてその 90% が中東にある。だから争うんだ、世界大戦。それに第4次中東戦争、湾岸戦争、イラク戦争だって多くの血が流れた。鏡、確かな言葉も目配せも素振りも決して映しはしない。ただ私の瞳に救う移ろいやすい世間への不確かな疑問を移すだけ。名前はエドワードでいいかな。エドワードジュニアード。そう、王者にふさわしい名前がいいと思って。 SIU は小さな班に分かれてるが、これはいいことだ。向こうにいる警官たちは信用できなくなった。残念だが厄介な問題が起きた。警察の中にコステロのネズミがいる。ああダメだ、今のところはな。まあだが何とかしてみる。使用書は裏のマーケットにも闇のマーケットにもどこにもないよ。とにかくこんなシステム今までなかったってさ。設計会社を突き止めたけど、そこのビルには入れない。購入資金も賄賂も偽 ID4 つも使い果たした。でも全然ダメ。おまけにどうやら尾行までされてる。いつもお前がいた。なぜ俺を選んだ。思い出した。何もかも全部ジェイソンモンじゃない。いや、お前なんかに名誉の死など与えてたまるか。ああ失礼、テッド・ジョーンズ・ジュニアと言います。ライフ誌の記者です。マテイさん、スイスは枢軸勢力に完全に包囲されています。私はアメリカ政府の要命を受けてきたんです。身元の秘密は守ります。絶対に。私には強力な後ろ盾がある。これはあなたにとってもいい話だと思いますが。アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社。聞き覚えはなくても多分食べたことはあるはずだ。食品の成分表示を見るといい。我が ADM 社ではコーンからブドウ糖を抽出し、アミノ酸リジンを作ってる。科学的な説明はさておき、株主が心配するのは利益が出ているかどうかだ。
穴掘りをやってたらイラク人の男からタレコミがあった。すぐ近所で大物がこっそり集まってると。その屋敷に打ち込みをかけたらアルラウイがいた。確かだ。写真で確認した。銃撃戦になり結局アルラウイには逃げられた。その屋敷の主人サイード・ハムザって男が持っていた手帳だ。身柄も一旦確保したが特殊部隊に横からさらわれちまった。なんていうか、実は僕も君と同じで人生の転機があったんだ。それでまあいろいろ考えて価値観を見直したいなって思ったんだよ。いや違うよ、そんなんじゃなくて、仕事だよ。前の仕事のことを忘れたかったんだ。ああ惨敗だ。まあ負けていいこともあるし。そう、例えば政治家だと寝室かトイレでしか一人になれない。普通はね。さすがにうんざりだよ。ああこれから一人の時間を持てるようになるからね。楽しみだよ。君知り合いだっけ？ベス、向こうに座ってるといい。気をつけて。ほらこっちだ。風邪薬を飲みすぎたのか。しっかりしろ。おいベス、ベス。ああダメだ。こっちに来るんじゃない。クラーク、あっちに行って部屋に戻って。いつもの警察だよ。ああ別に心配ない。ああ分かった。家、ああ重武装してる家な。昼時に本気かよ。ダメだそれ。連れてくのは一人だけ。日の出前の暗いうちに行って早い車2台盗んで残りはバッテリーを燃やす。もう二度とごめんだ。君たちが本当に神様に見えたよ。鼻から期待はしていなかったが一人でいるのに疲れ果てた。必需品も全部使い果たした。最後は日付も設定せずカプセルに入った。文字通り死から蘇ったよ。地表任務は31ソル続く予定で、食料は68ソル分が6人分を送り込まれてた。僕だけなら300ソル分切り詰めれば400ソルは持つってことは、3年分の食料を育てなきゃいけない。この不毛の星で。幸い僕は植物学者。